So what advice? さあ、エドワード選手先行のゲーム、これはミドルはもうシンプルコークになったんですよね。あ、投げる順番だけランダムになった。それはそっちの方がいいわけ。あ、投げる順番はランダムだそうです。さあ、まずロースコアだですね。大崎選手は20ラインうまいですよね。さあ100取ってきます。358残りに対して401残り。さあ64取ってきましたね。あっと20が弾かれてね、1の方にいいスタッキングしてたんですけどね。さあ277から100取ってきます。さあゲームの方ね、優位に進めているのが大崎選手、それを100取って178残りまで持ってきます。237から。さあ40取って197残りですよね。ここはもう、これは2に入ったんですね。178から。さあここで138取って40残りまで持ってきます。195残り。さあ135から、そして75から17いきますね。安山です、安山。でもこの辺ね、もったいないですよね。安山ちゃんとしっかりやってて落ち着いて投げたら17外さないでしょうけどね、大崎選手。さあ10ダブル2投目。エドワード選手が先行のゲームをキープですね。そして大崎選手先行のゲームへと続きます。いやー、うまい。あ、これ横にずれたんですね。1入ったんですね、ロースコアで。これでエドワード選手がね、100取ってればね、流れが変わってくるんですけど。さあここもロースコア。さあエドワード選手チャンスですね。違うちょっと違う。さあここ大崎選手319から、これナイススタッキングですね。3本目は1にねずらしたんですけど、いいですね。そして140で234残り、258から上がり目出したいですね。100取って158とかそういう筋持っていきたいんですけど、今日大崎選手ちょっと横ずれ多いですね。いつもより多い感じ。19からの、あっとこれもミスですね。3投目19トリプル入れて150残りまで持ってきます。217から、197から60捉えて137、19いって、すごい。100
37取って、80残りまで持ってきます。さあ、エドワード選手が決まってこないですね。さあ、ダブルダブルでいって、アレンジし直して、40残り、20ダブル。決まらず。88。さあ、どこから、どういく？ 20 からいく。そして14ダブル。決まった！うまい！いや、早い。早いし、うまいし。大崎選手。ちょっとね、今日大崎選手、いつもと比べて20がまとまってなかったですね。